男女青年混合4800メートルリレー大会レース1組6レーン大分川井隼人森朝野加藤詩織佐伯天香5レーン愛知小島壮太森千里吉津拓保青年少年男女混合1600メートルリレーハイレース1組
ただいまの1着、愛知3分26秒13。地元栃木は3点を走ります。昨日厳しい予選を争いでアンカー勝負まで持ち込みましたが、栃木のエース佐藤君が渾身の走りを見せて決勝を進めました。本日は1走を関東高校2位の小堀光君、2走を日本インカレ3位の大島愛理さん、3走を U20 日本選手権 800m6 位の長島優さん、4走を日本選手権 100m で決勝進出を決めた東田貴博君が走ります。応援よろしくお願いします。また予選1位通過は4人の瀬川山内さん、インターハイ 400m3 位の選手です。そして日本インカレ 400m2 位の桃田君も走ります。予選2位通過は2レーンの福岡、インターハイ 400m チャンピオンの富永君、日本インカレ 400m ハードル5位の青木さん、日本インカレ 400m4 位の今泉君が走ります。またインターハイで活躍した高校生トップランナーが集まる4レーンの京都も楽しみなところ。男女の走る順番を自由に決められることからチームの戦略が勝負の鍵を握ります。国体初代王者はどのチームになるのか、この後各都道府県を代表するスプリンターたちが地元の期待を背負って日本の頂点を目指します。青年少年男女混合 1600m リレー、9レーン東京清水拓海、すぐできる上島千佳子、志村拓司、8レーン山形柴崎俊樹、7レーン福岡富永竜也、
山口志郎、吉谷志郎、友田正孝、4レーン京都、木下隆一、小島ゆずき、萩野美希、山本栄志、3レーン地元栃木、郡大大島愛、長島美希、青年少年男女混合 1600m リレー決勝。
国体で今回初めて実施された青年少年男女混合1600m リレー、初代王者は鹿児島になりました。3分23秒
第5位山形柴崎俊輝赤坂美優青の朱里河野陽馬第4位群馬原田雅子岩田優奈柴山七海小口美月第3位京都第2位福岡富永雄平青木穂乃井出口左今泉健治3分23秒87一期一会栃木国体青年少年男女混合 1600m リレー優勝は鹿児島県太田義恵下野みのり鶴田玲美佐藤圭人3分23秒84優勝した鹿児島には賞状と宇都宮市が送られます。おめでとうございました。以上で青年少年男女混合1600m リレーの表彰を終わります。
います。